どうにか振り切れたみたいだな。ここまで来れば通り道はもうすぐそこだ。高間ヶ原と人間界をつなぐ通路みたいなもんだ。そこを抜ければ人間界に出られる。その衣装、余計なもんは脱いじまえよ。そんな格好じゃ人間界に着いてからも目立って仕方ねえからな。誰だ？よりにもよって一番見たくねえ面が現れやがったな。何日か前からお前がこそこそ下調べをしていたのは知っていた。それで先回りして張り込んでたってわけか。いい性格してるぜ。俺たちを捕まえるつもりか。隠密部隊の役目は高間ヶ原の掟を守ることだ。出雲、今ならまだ間に合う。高間ヶ原に戻れ。老主も今戻るなら特別に許すと言っている。お前が迷うのも無理はない。だけど。だけどもクソもねえ。そんな言葉が信じられるかよ。そもそも老師はこいつを騙して水揚げしようとしたんだぞ。今度は信用してもいい。隠密部隊が証人だ。相手にするな出雲。行くぞ。待て。言っただろう。隠密部隊の役目は高間ヶ原の掟を守ることだと。お前たちをこのまま行かせるわけにはいかない。面白い。俺たちに刀を向けようってのか。もう一度言う。高間ヶ原に戻れ。人間界に逃げたところで必ず追ってはかかる。時影、出雲を自由にしてやりたいというお前の気持ちはわかる。気持ちがわかるって言うんなら
その刀を収めろよ。どの道お前に俺たちは切れない。それはどうだろうな。